少なくとも5年連続国内チャンピオンのベテラン選手。昨日のフリーではパーフェクトな演技で嬉しい NHK 杯初優勝です。女子シングル第1位タチアナ・マリニーナさんです。 Next up is a very charming lady who has captured the NHK trophy for the first time in her 7 consecutive tries. Let's welcome the winner and the ladies タチアナ・マリニーナ from Uzbekistan。女子シングル優勝はウズベキスタンのタチアナ・マリニナ25歳です。 NHK 杯には94年から5年連続で出場していましたが、これまでの7位が最高。それが今回フリーでノーミスの演技を披露して一気に1位に上り詰めました。このエキシビションの中でも一番最後の第1位のところで滑れる、それはあの選手にとって本当に嬉しい、誇りに思うことだと思います。曲はピアノオンザウェーブ。大会の中では若手の活躍というのも随分見られましたけれども、こういったベテラン選手が力を発揮するというのもまた格別なものがありますよね。そうですね、それと特にこの1年間にジャンプの成功率をもう飛躍的に高めてきましたよね。ですからビアセンコ選手がですね失敗をして、その後直後に滑ったんですけれども、自分のそこで初めて滑りができた、そしてこの結果に結びついた、もう本当にそういうね努力が実を結んだというね今回の試合内容だったと思いますね。NHK 杯で初めての優勝を果たしました。今回の女子シングル優勝者、ウズベキスタンのタチアナ・マリニナ選手でした。タチアナ・マリニナさん、 NHK 杯は7回出場で最多出場選手です。昨日は掲示板の第1位の文字に大声でやったーと叫んでいました。本当に嬉しかったでしょうね。And that was a very elegant skating by Tatiana Malinina. さて、両者をよろしくお願いいたします。息を整えて、もう一度アンコールに応えてくれます。よし。女子シングル優勝、25歳ベテランのウズベキスタン、タチアナ・マリニナ選手です。曲はジプシーダンス。
女子シングル優勝の25歳ベテランのウズベキスタンタチアナ・マリニナ選手でした。That was Tatiana Malinina. She looks great in pink, doesn't she?